はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の2つの円丸2をお送りします。で、前回からね、2つの円が始まって、これで2本目です。またちょっと違うタイプの問題を今回2問取り上げていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらってちょっと分かんないなっていうのがあれば、今からね、両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番からまず解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。で、今回始めていく、今から、ね、やっていくんですけど、この2問ですね、前回の動画の内容をもろに使います。というか、前回のやつをちょっと覚えてないときつくなってしまうので、もし、いや、わかんねえなこれと思う人は、ちょっとね、時間取ってしまうんですけど、1個前の動画を確認してもらって、その特に動画の中で右下の方でね、ちょっと説明をしてるんですけど、その辺を確認してもらってから見ていただくと、知識が深めやすいかと思うので、もしよかったらね、そっちの方も確認してみてください。で、まず1番いくんですけど、今回円求めるね、円を求めるんだよ。で、まずその求める円の中心は書いてある、5の12っていう。で、それで円 x2 乗プラス y2 乗イコール9に外接する円を求めようって書いてあります。で、基本的に円っていうのは中心と半径が分かれば絶対書けるんだよね、公式で書けるからさ。で、今回中心はもう書いてある、だからあと半径が分かればいいんだよね、両方とも。だから上も下も半径分かってないからね。で、それを出しに行くんだけど、まあ、キーワードとしては外接すると書いてある。で、まあ、一応図を書いていくか、こっちか、ごめんね。まあ、これに外接するんだけど、まあ、いっか、中心書かないでね。どういう状態かっていうと、これがこの円だと思ってください。まあ、中心がね、原点で半径3になってます。で、5の12が中心で、外接してるから、まあ、もっと離れるんだろうけど、本当は。まあ、こんな状態かなと。ちょっとごめん、書けなかったけど。こういう感じ。多分書き足すとひどいことが、ああ、失礼しました。まあ、こんな感じね。で、外接してるので、まあ、前回やりましたけど、外接するときは、D イコール R プラス R ダッシュが成り立ちます。この D っていうのは2点間の距離です。こっちの円の中心とこっちの中心。ここの距離が D ね。で、R と R' はどっちでもいいんですけど、それはそれぞれの半径になります。で、書いて分かるように、半径と半径を足したら、ちょうど2点間の距離になるでしょ。外接してるから。で、これが成り立つと。だから、今まず2点間の距離求めます、D。で、この2点間でね、2点間の距離は、ここ0、0です。で、こっちは5の12です。だからその2点間の距離でいいので、D イコール、ルート5を25プラス12の2乗だから144か。で、ルート169なので、これ13だね。つまり、ここの2点間、ここ13離れてる。でも、あとは図見てもわかるんですけど、一応このね、公式を使ってやっていくと、じゃあ、求めたいこっちを R' って置いてるので、D イコール R、こっちね。こっちの半径3ってわかってるから、3、プラス R ダッシュになるでしょ。だから R ダッシュイコール10っていうことが分かる。なので、求めたい円の半径やね、ごめん間違った、中心はもう書いてある。で、半径出た。だからあとはもう書くだけなので、求めたかった円の方程式は X5 の12だからマイナス5の2乗プラスカッコ Y マイナス12の2乗で、半径は2乗するから100と、これで OK となります。いいかな。 で2番いきましょう。で、今度は中心が4のマイナス3で、また円があって、今度これに内接する円をのも噛んでるよ求めます。ごめんね、ちょっとカミカミだ、いつも以上に。で、どういう状態かっていうと、まあ、これ半径が7だからちょっと大きめに書こうか。で、また中心原点ね、一応ね。で、こう円があって、中心が4のマイナス3で、これにこいつね、こいつに内接する。で、内接するから、まあ、状態としてはかなりフリーハンド、ごめんね、こんな感じになる、イメージとしては。で、内接する時の公式は
D イコール R マイナス R ダッシュが成り立ちます。つまり長い方の半径から短い方の半径を引いたのが2点間の距離になる。で、一応確認すると中心と中心でしょ、2点間の距離 D はここです、この部分ね。で、これね、色を変えればよかった。これね、ここちょっとずらすよ。この赤の部分が長い方の半径です、つまり R ね。で、そっから短い方の半径を引くと、ここ引きます、この部分。すると青の D の部分残るでしょ。だから長い方の半径から短い方の半径を引いたものが2点間一致すれば、それは内接になるんです。まあ前回やった通りだね。で、それさえ分かれば、あとはこっちと解き方同じです。もうまず2点間の距離を出さなきゃいけないので、4のマイナス3とこっちの中心はまた原点だからね。だから D イコール4の2乗で16プラスマイナス3の2乗で9ルート25なので5となります。ちょっとこれがちっちゃかったな、5ね。で、 D が分かった。で、片方の半径がこっちが7なんだよね。長い方が7なので5イコール7マイナス R ダッシュになります。いいね、こっちのが長いからね、長い方から短いの引かなきゃいけないので、で、つまり R ダッシュ解くと2になる。だから求めたい円は中心がこれです。で、半径が2とね、これが分かったから、あとはこっちと同じように書くだけ。4とマイナス3だから X マイナス4の2乗プラス Y プラス3の2乗で、半径忘れずに2乗するので4と、これで OK となります。なので、まあ前回の動画でね、やった知識を覚えておけば、まあ、そんなに苦労はしないとこなんですが、結構で地味に、特に内接だねを間違う子がよく出てくるので、まあ、ちょっと注意してもらえたらと思います。では、今回は高校数学数2の2つの円丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、まだ続きますと。で、次回丸3なんですけど、今度はね、2つの円の共有点を求めます。いいかな、まあ共有点の問題やっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。